じゃあ、じゃあ、じゃあ今回もブレイキンチップストークいきたいと思います。じゃあ行きましょう。お願いします。もうガンガンいきましょう。はい、まだあるんだ。まだありますよ。まだまだ全然ありますよ、はい、これおさあさあ、誰が出るかな。タタ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 タ今宮。はい、どうかソフトバンクホークス今宮選手。そして、日本ハムは西川遥輝選手です、ね。あ、ちょっとね、変わったカードそう、ね、だったっていう。すごい、これ変わってるんですね。記念のやつなんですかね、もしかしたら。200通り、200通り決めた時のやつですかね。これもいい写真だな、また。いい写真、すごいいい写真、ね。でもなんかちょっといいカード見れましたね、そういう。でも今回今宮選手ということで、はい、今宮健太、はい、今宮健太選手、小さな体で、はい、甲子園で150キロ出して、ありがとうございます、ね、今宮がね、日本シリーズでファーストに暴投したんだよ。あれからだよ、今宮が変わったの。おお、あの、それ負けたんだ。泣いてる時ですよ、泣いた時ですよね。その時俺インタビュー取ったの。あ、そうなんですか。いや、もう下手くそです、僕。もっと頑張らなきゃいけないですって。それからやっぱり守備の面とか、うん、送球の面で変わったよね。ただ体が小さいから、まあ、体が小さいから弱いっていうことではないけど、ちょっと怪我がちだよね。肘に爆弾持ってたりとか、うん、だからそこら辺がちょっと長くショートをやる分ではちょっと不安な部分があるんだけど、いや、やっぱり持ってる能力って言ったらもうショートに適任だし、肩は強いし、いや、肩は強いですね。やっぱ膝が強いな。お、膝が強い、うん、だから踏ん張り切って、はい、肩の強さを利用して、はい、矢のような送球をするという。だからまあ体の強い子だけども体が小さい分だけ無理してる部分もあるというね。でバッティングの問題は、うん、もう少し打たないと、まあ、例えば何かやれ、バントやれ、エンドラインやれ、はい、こなすんだけどさ、はい、だけどもう少しやっぱり率が欲しい。あ、その分ちゃんと率も残せるようになってほしいですね。だから守備に関してはもう問題なくこなしてくれる、はい、でまあチームが強いからその中でやっぱプレッシャーもあるだろう、うん、ね、その中で守りきってる。バッテリーを周りが打つから目立たないけど、言われないけど、はい、周りが打たなくなった時に今宮もうちょっと打たんかなっていう声が出てくるはずだよ。あ、なるほどなるほど、うん、だから課題はやっぱバッティングだよね。うん、で小力があるからたまにはホームラン打ったりとかしますよね。そういうイメージ。じゃあだからどっちに絞ってるかで、徹底するか出塁に徹底するのか、はい、でもホームランもう完全に捨てて、またあのテラス席ができたじゃない。そうですね。ただまた入りそうじゃない、うん、ね、で周りガンガン打つじゃない、うん、なんか自分を見失わないようにしておかないとダメだ。ああ、なるほど。徹底してやってるみたいな。だから徹底したら2割8分は確実に打てるよ。おお、徹底できれば、はい、和田豊って覚えてる、あの阪神の一時監督やった、はい、あの和田豊っていうのはもう徹底して右だったんだよ、はい、でたまにやっぱこっちばっかり攻められるから、はい、インサイドばっかり攻められるからカチンって打ってたんだ。うん、でもほとんどこう右に押っつけみたいな、はい、まあ、そういう徹底さが出てくるとおそらく2割8分は絶対に、この子のセンスだったらね、まあ、あやっぱ3割打つかも。今宮選手がもう3割とか打ち出したらもうとんでもないチームじゃないですか。だから可能性がある限り徹底することをお勧めする、うん、なるほど、はい、まあ、ショートが育ってくると他のね、セカンドに持っていってもいいんだけど、なるほど、ポジションがまた、まあ、今でもいいショートで、まあ、はい、もう本当にあと5、6年は絶対やってくれなきゃいけない選手なんだけど、はい、ショートでね、その後でも遅くないけど、セカンドは。でも、できてきたら、なんかバッティングに集中できるような気がするんだよね。ああ、なるほど、うん、そしたらもうちょっとこう率も上がってると、はい、まあ、期待したいと思います。いや、そうです。ただ、あの怪我が増えてきてるから、まあ、相当無理してるんだろうね。だからそういう意味では、今年怪我なくちょっと一シーズンビシッと働くところを見たいですね。はい、はい、ぜひ頑張ってください。